司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。遺言書が、偽造、捏造されている疑いがあるケースとして、よくあるのが3つぐらいこうケースとして上がると思います。まずはもうよくあるのが、もう認知症になっていたはずなのに遺言書が残っているというようなケースですね。もう父親はもうだいぶ前から認知症で、そんな遺言書けないはずなのに遺言書があるというようなケースは、偽造、捏造された疑いがあると思われます。また、認知症と一緒のような感じなんですけれども、病気が進行していて多分書けないだろうというような時の日付の遺言書が残っているというようなケースがあると思います。あとはですね、遺言書の内容が特定の相続人に有利で、もう生前に亡くなったお父さんが言ってたこととは内容が全く違うような遺言書が出てきたケースっていうのは、疑ってみるべきだと思われます。詳しくは専門家にご相談してください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。